引用切った4番が芦沢、その上から7番平原幸太を抑えます。そして3番が最高太、6番岩本、両名は中段外に切り替えて5番の松岡が7番手からとなります。さあ誘導の後ろから逃げ体勢、7番平原幸太打勝です。マークは茨城トリオ、9番武田豊樹、そして長塚智弘、後ろ4番芦沢です。切り替えた3番が最高太、6番岩本俊介、松岡隆久が7番手、郷島沙美は8番手、井上雅樹は最高峰、決勝戦風を切りました。平原幸太ホームからの先行です。武田豊樹、長塚智弘、そして芦沢大輔、茨城の2人が2番手から4番手、中段からまくる。浅井幸太、岩本俊介がまくる。さあ松岡は7番手、郷島は8番手。さあブロック9番の武田豊樹、7番平から9番武田、外から長塚が届くのか。茨城の2人は9番武田、2番長塚。